行バスもネビルだけも入れないんですね、全部、もうゲートが閉まってしまって中入れません。ですからお魚も完全週休1日制になりますね。で、左の山も先ほど申しました火口の跡地なんですけども、ちょうど一本の線が見えませんか、はい、これ昔はね、あのケーブルカーの線路だったんですね。上にあの大砲とかそういったあの要塞があったんです。でその、弾を運ぶための、ケーブルカーだったんです。今もうなくなっちゃったんで、これ今ハイキングコースです、階段になってます。だから日本のテレビでも紹介されたそうですよ。今ロッドオープンですけどね、パーキング空いてますけど、もしいっぱいになるとこれ閉まっちゃうんですね。車入れないんです。